投資ルで年間10万円差がつく大家族 FP のお金の整理術を連載しております橋本恵美です。今すぐ使えるお得な情報をお届けしてまいります。今回のテーマは電力会社倒産で実際どうなった？やっぱり大手がいいのかなです。実は私が契約していた電力会社が先日電力事業の撤退を発表いたしました。その経験を踏まえ、今回は電力会社倒産で実際どうなるのかというところをお話しさせていただきます。電力自由化が始まって、丸6年ぐらい経とうとしているんですけれども、私はですね、この電力自由化が始まってから、もうほぼ毎年のように電力会社を変えてまいりました。お得なところに毎年毎年変えてきたんですけれども、昨今の電気料金値上げに伴って、電力会社が倒産するというケースが徐々に増えてきてまいりました。で、ただ私のところは大丈夫だろうというふうに思っていたんですが、ある日ですね、突然メールが来ました。1ヶ月後に電力事業から撤退いたしますので次のところに移る手続きをしてくださいというメールが来ました。で、実際この電力会社が電気事業を撤退するときにどのような方法でいつまでに連絡をするのかっていうことの決まりというのが、これがですね、ガイドラインに望ましいという形でしか記載されておりません。で、どういうふうに記載されているのかと言いますと、電力供給ができなくなるという連絡を15日前までに行うということがガイドラインに記載されております。で、15日前までに連絡は来るんですけれども、私の場合は1ヶ月前に来ましたが、やはり1ヶ月前といってももうすぐじゃないっていうのが正直な感想です。ですので、本当に15日前に来た場合にはとても焦るんじゃないかなと思います。ですので、今回の話、よく覚えておかれると、もし自分の身に起こった時には、スムーズな手続きができるんじゃないかなというふうに思います。で、ただですね、ちょっとここで注意していただきたいのが、私の場合は1ヶ月前にそのメールで来たんですが、最近そのメール自体も偽物のメールが来るといった場合もありますので、慌ててクリックするのではなくって、自分が登録してあるマイページから必ず確認するようにしておいた方が良いかなというふうに思います。はい、次です。電力会社が倒産したら、私たちが使っている電気というのはどういうふうになるんでしょうか？電力会社が倒産したら電気は使えなくなるんでしょうか？そんなことはありませんのでご安心ください。電気というのは、もともとは地域の電力会社が作っていて、で、電力を売っている会社から私たちは購入をしているだけですので、その売っている会社が倒産しても、地域の電力会社、作っているところが倒産したわけではありませんので、家まではきちんと電気が通り続けます。で、小売会社が倒産したとしても、で、そこで私たち消費者の方が契約変更の手続きをしなかったとしても、すぐに電気が使えなくなるというわけではありません。しばらくは電気はずっと通り続けるんですが、やはり一定期間経ちますと、きちんと契約変更してなかった場合には電気が止まるということになりますので、電力事業撤退の連絡が来た際には、速やかに契約変更の手続きをすることをお勧めいたします。では、電力会社倒産の連絡が来た時にはどうしたらいいのでしょうか。先ほどから何度も申し上げておりますように、新しい電力会社に契約変更の手続きをしてください。はい、もうこれだけで OK です。新しい電力会社変更までのステップを3ステップでお伝えいたします。まず、今の電力会社での使用状況の確認をします。電力会社によって料金プランが本当に様々ですので、まずは今現状を自分がどれぐらいの使用量なのかというのを確認をしてください。次に、新しく契約しようと思われている電力会社、もしくは比較サイトのようなシミュレーションページから電力の比較をしてください。今まで使っていた使用量を入力しますと、あなたはここに変えたら安くなりますよというのが一覧で出ます。で、最後にステップ3で新しい電力会社へ契約の手続きをしてください。契約変更の際に必要な情報としては、
もともといた電力会社の会社名、それから契約社名、それから供給地点特定番号、で最後にお客様番号というのが必要になります。こちら検診票やマイページから確認することができますので、こちらをご準備の上、新しい電力会社に契約の変更をしてください。で、もともとの会社は、まあ、倒産しますので、契約解除といった連絡は必要ありません。倒産のために変更する場合でなかったとしても、いろんなところの、電力会社に変更してみたいなという場合には、新しいところに契約をすれば、もともとのところに契約解除の連絡をする必要はありませんので、まあ、割と気軽に契約変更はできるのではないかなと思います。はい。今回は電力会社倒産で実際どうなったというちょっと怖いタイトルになりましたけれども、倒産したとしても私たちは電気をずっと使い続けることができますし、また新しいところに契約すれば大丈夫ということが分かりましたので、ちょっと安心していただけたんじゃないかなというふうに思います。とはいえ、やはり手続きが面倒だったり、倒産するかもしれないようなところと契約したくないわという方は、地域の電力会社で契約されるのをお勧めいたします。ただ、まあ、これからどんどん電気料金というのは上がることが予想されます。なるべくお得なところで電力の契約をできるといいかなというふうに思います。はい、この動画がいいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。